東京本間も教室、藤井聡です。 MC の佐々木ひとみです。この番組では SNS 全盛の時代、玉石混交のニュースから真実を見抜く本間もの視点をお届けしていきます。始まりました。始まりましたね、はい、ちょっと今日朝の目にかかって、あれ雰囲気違うな、髪の毛切ってらっしゃるやん。ありがとうございます。って思ったんで、そうですよね。そうです、バッサリと。かなり思い切って30センチぐらい、一番長い時から比べると。何か終わりだったんですか、ね。まあ、スタジオもね、一掃しましたしっていうところもありますし、 です、ね、あと、うん、最近やっぱニュースでも暗いニュースが多いじゃないですか。なるほどなるほど。気分転換ちょっとしたいなというふうに思いました。もうさながらローマの休日のようにもうバッサリとね。ありがとうございます、いいように例えていただいて嬉しいです。いやいやいや、もう素晴らしい。ありがとうございます。この雰囲気の中で今日もね、またお届けできればと思います。そうですね、はい、はい。では早速参りましょう。本日のテーマはこちらです。緊急事態宣言の嘘と欺瞞、コロナ禍脱出の処方箋とは。 CM の後たっぷりと伺っていきたいと思います。今回のテーマは緊急事態宣言の嘘と欺瞞、コロナ禍脱出の処方箋とはです。緊急事態宣言の延長中ということになっていますが、先生はどうご覧になってますか。僕は今回のね、まあ、緊急事態宣言の延長、まあ、国民の中では延長すべきだっていう声も多かったと思いますし、はい、まあ、逆にいやこれで延長するのしんどいなっていう声も大きかったと思うんですけど、そういった話全部トータルで考えて、僕はこれは大変大きな問題だなと思いました、はい。これなんでかっていうとね、緊急事態宣言は国民のためっていうことになってるわけじゃないですか、感染を抑えるためだとかね、はい。でもね、これね、いわゆる一言で言ってね、典型的なおためごかしやなと思ったんです。おためごかし、うん、これね、まあ、古い日本の言葉ですけど、はい、これはあなたのためよと、まあ、言って何かさせて、それで後で足ピッて出してバーンこかせるっていうね、はい。今回の緊急事態宣言はもう典型的なおためごかしだなと、政府による国民に対するおためごかしと、はい、まあ、そう思ったんですよね。でまずね、それがまあ今回のタイトルの、その緊急事態宣言の嘘と欺瞞ということなんですけど、はい、で今日はね、これどういうふうにおためごかしなのかっていうのをね、じっくり説明したいと思うんですけど、まずね、この3つを見ていただきたいと思うんですけどね、はい。今回の緊急事態宣言って何のためか、まあ、一つは、はい、まあ、当然、医療崩壊を防ぐためだと。今回の3回目の緊急事態宣言は大阪からでしたもんね、うんうん、そうなんですよね、うん。でそれからもこれも当たり前ですけど、はい、宣言っていうのは感染の抑止のため、抑制のためだと、はい、まあ、感染者減らすためですよとこう言ってるわけですよね。でこういうのも全部含めて国民を守るためだと、うん、はい、まあ当然ですよね、政府はこれでやってるんだろうと、はい、で多くの国民はこれでやってるんだったら、まあ、自粛するの嫌だけど、まあ、辛抱して従おうかと思ってらっしゃるんですけど、はい、この3つが全部嘘だと、全部嘘ですか、全部嘘だという疑義が極めて濃厚というか、まあ、嘘と断定していい。このためにでも私たち頑張ってきているわけですよね。そうなんですよね。でこれね、1個ずつまず前半で説明したいと思うんですけど、まず1個目のね、はい、医療崩壊を防ぐためだとこう言われてるんですけど、これね、いや嘘やろ自分と、はい、嘘なんですか、うん、嘘やろっていうのが見えて、今回の延長はですよ、はい、延長は少なくとも今回のってことですね。そうそうそう、今回の延長判断は、これは医療崩壊のためとはちょっと考えられないんですよね、はい。これ何でかっていうと、これちょっとグラフ見ていただきたいんですけど、これはまあ大阪府の重症者病床の占有率です、はい、これが 100% を超えるっていうか、 100% に近づくっていうのがまあ医療崩壊じゃないですか、はい、だからこれを絶対避けなあかんということなんですけど、これご覧のようにね、確かにずっと上がってきて、はい、これね、4月の21日の週には確かに100に近かったんですけど、その5月の5日とか、はい、からどん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 19日とか、これ延長するまでにもう減ってきてるんですよ、はい。だからもうここで峠を、いわゆる峠を越えてるので、はい、上がるとは考えにくいんですよね。確かに減少傾向ですね、うん、そうそう。で何で上がると考えにくいかっていうとね、これが大阪の新規感染者数の推移なんですけど、はい、これずっと増えてたんですけど、4月26日をピークにずっと減ってきてるんですよ、はい、あ、うん、減ってます ね。これこう1週間ごとのデータなんですけど、減ってきてるってことは新規感染になった人の中から重症になる人が出てくるわけじゃないですか、はい、
ってことは今重症者減ってます、新規感染者も減ってます、そしてこれから先の重症者ってその今新規感染者になった人が重症化するわけじゃないですか、はい、でこっち減ってるんでしょ、だから重症者数は絶対減るんですよ。ってことは5月26日に緊急事態宣言延長したんですけども、はい、その時点でいや医療崩壊リスクないしって大阪で分かってるんですよ、はい、でさらに東京だともっとこれ余裕があるんですよ、もう 100% 全然遠いところで、まあ、微減してきてるぐらいの状況で、かつ新規感染者数も減ってきてますから、はい、これね1個目のねその宣言は医療崩壊を防ぐためで、この延長もこの医療崩壊を防ぐためなんだと思ってる人多いと思いますけど、はい、全然関係ないっていう。でこれから減って今の新規感染者を減らしたら、それが重症者数に影響するのって4、5、6週間後なんですよ。あ、そうですよね、うん、感染から感染してから発症してだんだん重症化して、うん、で重症化病床に行きますっていうことですから、はい、だからそれで考えたらもっと関係ないっていう、これお分かりいただけましたですかね、はい、ちょっとややこしいですけど、ちょっとよう考えたら分かると思うんですよ。そうなんか感染者数 の、うん、その結果が出るところと重症化になるところのちょっと期間があるんですよね。そうそうそう、もう一月以上離れて、はい、一月ぐらい違う、はい、だから1個目の宣言は医療崩壊を防ぐためっていうのはこれは、まあ嘘である疑義が極めて濃厚と、はい、いうことに、これなお分かりいただけましたですかね、一つ目の嘘ということですね。で二つ目ね、はい、宣言は感染抑制のためと、これはさすがに皆さん思ってると思うんですよ、はい、うん、思ってます。でもねこれがね全然そうとは考えられないんですよ。違うということですか、うん、そう、なんでかってまずこれちょっと見てくださいね、はい、これもう一回で、ま、よく見ていただくと、これ、はい、大阪府の新規感染者数の推移です、うん、もう一回言いますけど、今回 の、 感染拡大の震源地が大阪だから、はい、だから大阪が一番きっちりマークしとかなあかんっていう話ですよね、うん、ある意味大阪がこう抑えることができたら、まあ、日本全体の峠が過ぎるみたいな感じが、まあ、あるじゃないですか、はい、でだからまあ大阪に着目してるんですけどね、これ見るとね、これマンボウ出したのが4月5日で、その頃ずっと感染者増えてました、はい、でマンボウ出ます、じゃ横ばいになります、緊急事態宣言出します、減ってきます、はい、でこれで見ると、うん、まあ、シンプルに、うん、あ効果があるんじゃないかなっていうふうに思いますよね、ですけれども、はい、マンボウ出したから増えるのが止まって、緊急事態宣言出した途端に減っていく、うん、あよかったやん、うん、グラフがそう見えますよね。しんどいけどやったかいあるやんって思いますよね、はい、頑張りました、はい、全然違うんですよ。違う、こんなもんね専門家みんな知ってますけど、はい、このグラフで考えたらダメなんですよ。本当はこっちのグラフで考えなあかんんですよ。はい、新たに出てきました。これねさっきのグラフとこれ一緒ですけど、ここのね横軸だけが違うんですよ。はい、これねこっちは報告日ベース、はい、こっちはね感染日ベース、感染日、今日 PCR 陽性になった人いたとしましょうよ、ええ、その人っていうのはだいぶ前に感染して、うん、でしばらく潜在期間があって、潜伏期間があって、はい、発症して調子悪いなとか思って、ほいで PCR 検査受けたり 病院行ったりとかして、で PCR 検査やって PCR 検査受けて、はい、ほいで役所が分かってそれを報告するんですよ、はい、報告するのにはまだ 2、3日、潜伏期間がまだ5日や6日とか、はい、これ大体ね2週間ぐらいって言われてるんですよ。タイムラグがあるわけですね。そうそうそう、なんかこう2週間ずらしてるんですよ、はい、それでいくとね、だからこう感染だから推計感染日ベース、はい、いつ感染したかっていうので考えたら、ご覧のようにねずっと上がってきて、うん、こう増え止まって、はい、でもう止まってからマンボウ出てるんですよ。はい、確かに。で減ってから緊急事態宣言出てるんですよ、うん、これちょっとあれって思いますよね。でもまあ言うてもね、うん、なんかこうマンボウ出したから減ってきたんかなとも言えなくもないじゃないですか、これ。これねよく考えてくださいよ、はい、その行動自粛というものが影響するのは直接には新規感染者数には影響しないんですよ、はい、自粛すると何が減るかっていうと一人の感染者が移す人数が減るんですよ、はい、そりゃそうですよね、うん、10人にやってます、で5人にやってますになったら移す人減りますよね、はい、全員に移してるんだったら10人から5人に減りますやん、ええ、だから自粛して人と会わなくなったら1人が移す人数が減るはずなんです
まあそうですね、はい、で1人が移す人数っていうのをこれ専門用語で再生産数って言うんですよ。再生産数、うん、再生産数ってまあまあ1人が何に移すかっていうもの、ね、はい、うん、でそれが自粛したら減ると考えると、だから、はい、マンボウとか緊急事態宣言を出したら再生産数が減るというグラフを見なあかんのです、うん、ということで、はい、このグラフから再生産数を推計してみました、はい、これまあ再生産数の推計にはいろいろあるんですけどね、はい、まあ、ここであの感染の拡大率っていうのを取ってますけど、うん、1週間で何倍になってったかと、うん、1.2 倍になったり 2.0 倍になったりとか、その何倍になっていくかっていうのが結局1人が何人に移すかっていう平均値になってるんですよ、はい、まあ、感染症学的に言うと、うん、だから1人の人間が移す数は最大3月15日あたりで1人の人間が2人に移してたんだけど、4月5日の時点では1人の人間が1人にしか移してないんですよ。もう自然に減ってきてるってわけですね。そう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 。でこれねなかなか分かりにくいんですけど、はい、伸びてはいるんだけど、伸びてはいるんだけど伸び率が減ってきてるんですよ。なるほど。これね、はい、伸び率が一緒だとしたらね、2だったらこうやって増えるんですよ、はい、まあ、感染拡大が、そうそう、感染爆発って爆発になる可能性がある。伸び率が一定だったら、再生産数が2そのものだったら、はい、こうやって増えるんですよ。だからまっすぐ伸びるってことは、はい、伸び率自体は減っていってるってことなんですよ。どんどん緩やかになっていくってことですね。で感染爆発してないんです、こうゆっくり伸びてるうちは、はい、これみんな勘違いしてるんですよね。こうやってこう感染拡大率はい、が大事で、それに自粛が効いてるはずなんですよ、はい、だからほんまだったらこの辺で自粛させたらバーって減るとかだったら、うん、あ自粛させたから減ったなんて分かりますけど、はい、減ってる途中でマンボウやってるだけなんですよ。うん、これでさらに減ってる途中で勝手に緊急事態宣言やってるんですよ、はい、これねほとんどね感染拡大映画を見ながら自粛してるようなもんですよ関係ないっていうことがグラフから分かってるんですよ、はい、でね、いやもしこれがなかったらここで横ばいだったんじゃないかとかいう人とかいるかもしれませんけど、その可能性あるかもしれませんけどね、ここまではもう明確にこの間は自粛とは無関係に減ってるんですよ。そうですね。だから専門家はねこれを言えよって思うわけですよ。本当ですね。でも全然言わない。はい、ほんで僕がこれ説明したらお前素人やから黙れって言うんですよ。だから素人かどうか関係ないわこんなもんこの中学生がやってもできるわこんなもんみたいな。うん、言っときますけど感染症の専門家の方で今僕が言った話に異論があるので言ってきてください、うん、今言った説明にね。だからもちろんまあこれがあったから減ったという可能性は企画はできないけど、はい、少なくともここ関係ないんだから、うん、でしかももうこれを見る限りマンボウと緊急事態宣言が感染抑止に効果があるということが言明できるようなデータではないんですよ。はい、でもこれを考えると、うん、今一度私たちの行動というもの、うん、方法ということを改めて考えなきゃいけないんですね。そうだから、うん、何してんの俺らみたいな。だから本当ですよね。これもう一回言いますよ。宣言は医療崩壊を防ぐためだって言われたけど関係なかったでしょ、うん、今減ってきてるし、で宣言は感染抑制のためですって言われてるけど検証したらあれ関係ないこれみたいな。でねさらにこれをぜひ言いたいんだけど、はい、僕だったら僕が総理大臣だったり専門家だ、はい、専門家会の人間だったらですよ、自粛したらものすごく経済冷えること分かってるじゃないですか、はい、でも自粛することが必要だろうと思ってるけどもひょっとしたら効果ないかもと思ってるわけですよ、そしたらねこういう分析を絶対しますよ僕は、だって自粛させてた被害出るんでしょ、はい、だからいやこれやって効果なかったら大変なことしていることになるやん俺と。そうですね、単に虐待してるだけやから、うん、効果があるかないかがもう気になって気になってしょうがないはずなんですよ、はい、なんかこれをねすごいチェックするはずなのに検証した形跡がないと、こんな話聞かないでしょ。そうですね。そこはね、はい、ものすごい欺瞞ですよそれは、うん、もうこれね全然伝わらないの国民に。ツイッターで僕これ言ったらどれだけ叩かれるか僕も藤井はコロナをなめてん違うチェックしてるだけだから少なくとも検証すべきだの検証してないし、まあなんやかんやででもまあ緊急事態宣言やるのは国民のためやんか、はい、ってことですけど、だって国民のためになるのは医療崩壊を防いで感染抑止が効いた時だけじゃないですか、でもその効果はほとんど考えられないわけですよデータで、はい、まあ内疑の方が濃厚なんですよ、はい、じゃあ副作用どうやねん言ったらもう副作用はもう山ほどあるんですよ。でもざっと3分で説明しますよ、はい、ね経済的なところですかね。もうこれまず GDP、 あ、はい、見てください。もう自粛コロナが
来て GDP ね、ズボーン減って、うん、ほんでちょろっと戻ってたんけどまた緊急事態でガクン下がって、これ1、3まで3月までですから、はい、4月から緊急事態やってまた延長してるでしょ。ここからまたガーン下がりますよ、はい、で日本国民はもう24兆円分損してるわけですよ。すごい金額ですよね。いやもうそうですよ、はい、でこんだけ経済が冷え込んだら当然どうなるかって言ったら自殺する人が増えるんですよ。ニュースでもね、あの、うん、本当に時々ちょっと耳に入ってくるようになりましたけども、うん、身近でもあるこのこともありますよね。そうそう、はい、ご覧のようにね、これ自殺者っていうのは去年の4月までだんだん減ってきてたんだけど、そうです、ね、緊急事態宣言やってからブワーン伸びたんですよ。これでようやく落ち着いてきたのにまた緊急事態宣言やってまたガーンと上がってるわけですよ。もう最悪じゃないですか、緊急事態でバーン伸びて、ね、でまたここでガーン伸びて、やっぱ経済的な困窮っていうところが本当に影響してるっていうことですよね。そうで、しかもね、これコロナはね自粛させるでしょ。そしたらね人間ね、うつ病になるんですよ。そうですよね。これね貧困になるだけじゃなくてうつ病にもなってて、はい、誰が死んでるかって言ったらね小中高生ですよ。小中高生の自殺者数が過去最多の499人だったそうですよ。小学生ですよ。だもうこの数聞くだけでもなんかもう気持ちが本当にね、いやこんだけの被害があるんやったらですよ、うん、いや自粛すんのちょっと慎重にせなあかんよなって思いますやん、はい、いやそれがお金配ってもいいけど配ってないんでしょ。でお金を配るのは財務省と喧嘩せなあかんけども緊急事態宣言解除することぐらい総理が決めれるんじゃないですか、うん、そしたらですよ、日本国民が救いたかったら今も医療崩壊の危機だってないんだし、あんまり自粛があの感染拡大に寄与あの抑止に寄与してないということもデータで分かってるんだから、そしたら一回ちょっとね自粛を緩和して様子を見ようってやるのが普通じゃないですか、うん、で経済を少し動かしていこうっていうところですよね。そうそう、じゃあ何のためにこんな緊急事態宣言やって、国民のためでもないし医療崩壊のためでもないんだとしたらですよ、はい、何のためなんかって言ったら東京オリンピックちゃうかと今言われてるんですよね。1ヶ月ちょっとぐらいになりましたか ね、まあ、後半その辺の話がっつりたっぷり話しましょうか、はい、そうですね。緊急事態宣言の嘘と欺瞞、コロナ禍脱出の処方箋とは。番組後半でも緊急事態宣言の嘘と欺瞞についてたっぷり伺っていきたいと思います。東京本間門教室ゲストのコーナーでございます、今月6月は格闘技団体リングス主催で、あのご本も出しておられます、あのこういったご本も出しておられます前田明さんにお越しいただきました。今日どうぞよろしくお願いいたします。前田さんとはですね、今少しご紹介したこちらの本、はいはい、あの日本人はもっと幸せになっていいはずだと、はい、これがまさに6月10日発売 で、はい、ちょうど今本屋さんに並び始めた頃じゃないかなと思うんですけれども、はいはい、の中であの、今日はこの本のお話いろいろとお伺いできればと思うんですが、最後にあの対談のコーナーがありまして、対談編で第2部で、はい、そこであの先生ながらのご一緒させていただいて、はい、あのこの本の中で、対談を掲載させてもらってってるというところでございます。その先生、はい、本当どうもありがとうございました。でその、対談が一番最初にお目にかかったのがそうです、ね、きっかけだったと思うんですが、はい、恥ずかしながらというかもう全然恥ずかしくないんですが、私はあの大のプロレスファンというかもうなんというかプロレスじゃなくて前田明信者というのが僕のまだのこちらのご本、はい、ご紹介いただきたいなと思うんですけど、はいはい、どういう思いでこれ書かれた。いや自分はやっぱりまあ、仕事もの関係もあるんですけど、やっぱり海外をいろいろ見て回るっていつも思うのはですね、なんか日本人っていうのは経済大国と言われながらですね、うん、すごい生活っていうか生活自体っていうかこう人生そのもののエポックメイキングでは結婚だ子育てってあると思うんですけど、うんうんはい、そのため なんであんな僕莫大なお金を払わされてるんだろう、ね、ああたくさんお金をね、はいはい、払ってなんでそんなに、うんなんていうかこうまあなんていうか本当に他の先進国よりも質の高い労働を強いられですね、うん、まあ今でこそ残業とかするんだったら必ずなんか残業代とかつきますけど、昔はそんな残業代なんかつくところが珍しくてなかったですね、はい、でそれでもなんか本当になんか昭和20年代30年代ではこう猛烈社員と言われてですね、うん、本当になんか夜打ち汗かきで働いて、うん、でそれで世界第2もう終戦後の焼け野原からなんか世界第2位の経済大国に乗し上がってやって、うんうんうん、まあ
外からの見栄えはなんかオリンピックやりました、新幹線通りました、あ、まあ、そうですね、高度成長期、はい、うんうん、そういうのあるんですけど、うん、個々の生活を見ると、うん、なんてこう質素で、そうですね、なんていうかね、うん、国からの援助もなくてですね、うんうん、年金って言ってもビビたるもんで、うんうん、で老後って言っても昔はなんか息子さんとかお孫さんに面倒を見てもらうっていうのが前提で、前提の老後 でしか成立しえないような、そうですね、国が救ってくれないっていうかね、はい、そうですね、うん、が当たり前で、うん、それが海外の人たちと話するとですね、なんか毎月毎月なんか2万3万ぐらいの出費でですね、うん、もう60ぐらいでリタイアすると、うん、まあ月々まあ、40万50万もら、日本円で40万50万もらえて、はい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 、社会保障がね充実してて、はい、で、まあ、あとなんか年金保険とかも入るんでですね、それへのお金払って、だからもうそれで悠々自適の生活をしてですね、うん、もう老後は趣味の趣味に没頭してやれるっていうのは当たり前のようにこう聞くんですよ ね、 そうですね、はい、僕もスウェーデン住んでましたんですけど、本当スウェーデンのおじいちゃんおばあちゃんたち楽しそうでしたね、うんうん、でそれ でそれを日本で話題にすると、うん、日本は海外と比べると税金安いじゃないかって、うん、消費税安いじゃないかって言うんですね、言いますけどね、でそれでよくよく聞いてみると、うん、海外では源泉徴収がなかったりとかですね、そうですそうです、で地方税と国税の二重取りがなかったりとかですね、そうですそうです、で日本は地方税国税の二重取りして、その上源泉徴収があって、うん、そんなん消費税とかなんとか言う前にそれ以上のもの取ってるじゃないか、そうですよね、はい、要するに国民負担率っていう概念がありますけれども、はいはい、支出っていうか収入からに占める税金とか社会保障とか、はい、全部足し合わせた、はい、これ税金負担率だけじゃなくて、はいはい、その社会保障も含めたこの国民負担率はですね、もう今日本は世界最高水準、あ、そうそう、ね、最高水準なんですか、最高水準になってるんですよ、やっぱりね、だからね、本当今おっしゃった感じそのままなんですよ、はいはいはい、だからものすごくお金を払わされてるんだけども、はい、国家からのサービスっていうのは先進国の中では非常にレベルが低い状況になってる、はい、そうなんですよね、で、うん、自分さらに驚いたのはオランダの選手をよく使ったんですけど、あ、リングスの時でもね、リングスオランダ大きかったですからね、でオランダの若い選手ですね、うん、20代の若い選手と話して、うん、すごい驚いたことありましてね、はい、何かっていうと結婚して子供とか何人ぐらい欲しいんだって話だったら、うん、いやもう子供いるよってみんな言って、独身なのに、あ、全員独身なのに子供いるよって言うんですよ、うん、いや俺は2人いる、俺は3人いると言うんですよね、あ、え、お前ら結婚してないのになんで子供がいるのって、見込んで作ったのって、そうだって言って、あ、子供3人いるけどそれぞれ母親が違うんだと言って、あ、え、もう仕送りしてるのかちゃんと、余裕で払ってるのかって、はい、いや払ってないって、どうやってその子たち生活してるんだと、はい、お前たちの彼女はそれどうやってそれ面倒見てんだって言ったら、はいはい、いや国が全部面倒見てくれるんだよって、これね、学費だとかもう医療費全部タダだと、はいはい、今ちょうど河野太郎大臣っておられるじゃないですか、はいはい、彼の発言が炎上になってるんですけど、はいはい、最近は若い子供の、はい、若い子供というか子供たちの貧困が広がってると、はいはい、その原因が結婚とか出産の若年化が問題だと、はいはい、若い人間が子供の出産率が高いから貧困が広がってるんだから、これに対する対応っていうのはだから出産率を下げるべきだって言ってるんですよ。うわ、もうこれね、だからオランダと正反対でね、亡国ですよね。そうで、これね、国務大臣ですから、はいはい、でワクチン担当大臣ですから、僕これもうものすごい腹が立って、はいはい、でツイッターでこんな無責任な発言はないと、はい、国民が貧困化しているのはその結婚年齢の若年化とかその出産年齢の若年化じゃなくて、はい、政府がちゃんと保障してないからであって、はい、デフレ脱却対策をしてないからで、はい、コロナ対策をやってないからだと、はい、それにもかかわらず国務大臣のくせに若いやつが子供を産むなんてどういうことやお前と、はい、お前たちの仕事はもう若い人間でもオランダのようにね、はい、子供をそれこそ結婚もしなくても子供は産めるようなそんな環境を作ることこそが国務大臣の務めじゃないのかって怒ったらね、はい、一瞬でね、もうそうだそうだっていう声が上がってね、はい、これもう全く真逆でね、そういう意味で本当にこれ僕拝読させて、はい、また途中なんですけど拝読させていただいて、日本人はね本当もっとね幸せになるべきなんですよね、はい、本当に。いや、だから本当に経済 第2位だ第3位だって言ってて、うんうん、今人口はアメリカの3分の1ですよね、うんうん、ほんだらなんかもっともっとね、うん、国民一人一人に当てる予算を十分取れるはずなんですよね。そうですそうです。でトータルがまあ一応 GDP 所得の合計値は3位ですけど、はい、まあ、人当たりの GDP はもうどん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 下がっていって、はいはい、まあ、ついに韓国とかもうそういったところにも抜かれてしまうという状況なんですよ。今自分驚いたのは、はい、
韓国の一流企業あるじゃないですか、はいはい、大学の初任給でいうと、うん、日本円にして40万前後なんですね。でアメリカとか中国になると50万とか平気であるんですよね。日本は今の20万切ってますからね。そうですよね、うん、いやこれもう30年ぐらい30年以上もう全然変わってないんですよね、うん、そう20万円台って言ったら自分がプロレス入門した頃も大体そんなもんですよね。いやそうです、全然変わってないですよね。40年前ですね。だから40年も全然変わってないですよね、うん、でも物価はもう倍以上になってるじゃないですか、うん、で今なんか自分らの年代よく言うんですけど、うん、俺らは若い時はなんかね本当16歳過ぎたらオートバイの免許とオートバイ買って18歳になったら四輪の免許取って車買って で、ね、うん、でアルバイトガンガン頑張って、うん、ほんでなんか金もないのに、うん、もうボロボロのポルシェとかボロボロのフェラーリ乗ったと乗ってるやつもいたと。ああそうですね、もうメッシュを毎日インスタントラーメン食いながらね。ああそういうのもそうでしたね。もう息があってそういうやつもいたと。あ 今、 今の若いやつはもうなんか そういう息がないと。いや違う、お金がないんだから今も。俺びっくりしたのは、はいはい、アウトサイダーっていう、はいはいはい、過去時段階でね、はい、うん、アウトサイダーっていうなんか不良少年構成のためのイベントやったんですよね、うん、でそこにまともな子も結構試合しに来るんですよ、はい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 、でいろいろ聞いたらですね、うん、まずよっきくんが、うん、奨学金を600万800万背負って、ああそうです、そうです、もうみんなね地獄ですよ。今時の子供っていうのは親が結構昔と比べると晩婚なんですよね、うん、ああそうですね、晩婚なんで、うんうん、もう子供が大学行く頃にはもうなんか大体定年なんですよね。はい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 、で定年で、ほんで親頑張って払ったんだよって言って、うん、親も払えなくなって、うん、ちょっとお前払残るやつ頑張って払ってくれって、うん、で600万800万いやそうですね。ほんで、うん、アルバイトしますとか言うんですけど、うん、でアルバイト今時給いくらぐらいするのって言ったら、うん、もうね今から13年14年あ、まあ、10年ぐらい前の話ですと、うん、と聞いたらいやもう700円です800円です、うん、で聞いてびっくりしたんですよね。いやそうですよ、自分43年44年前の18歳の時に、はいはい、アルバイト自分よくしてましたけど、はい、その頃のと同じなんですよ。いやそうですそうです、アルバイトの時給代が考えられないです。でその頃ねまだでもその頃ってねどういう時代かというと、うん、大学の初任給12万とか8万とか12万の頃ですよ。ああそうですね、はい、8万とか12万の頃、その頃とアルバイト代がもう一緒だっていうことですよね。そうです。でねこの世界の成長率平均成長率、はい、20年間成長率は 2.4 倍なんですよ、はいはい、140% なんですけど、はい、平均でですから、はい、世界の人たちは所得っていうのは 2.4 倍に過去20年になってるんですよ、はいはい、でもう30年だったらもう3倍とか4倍になってて、はい、で中国とかもっと成長率の高いところだったら5倍6倍7倍8倍になってるんですよ、はい、その間日本っていうの伸びてないどころか下がってるんですから、はい、だからね特にもう今の日本人っていうのは本当に貧困化してるんですよ ね、 そ、 で、 ね、でそれはもう政府が放置してるんですよ、はい、で未だに財政均衡論とか言ってなんかも全然お金出さずに。そうなんですよね。でこの本でもね5本拝見してもう最初はその戦前の話からずっとこう始まって、はいはい、で今の政府も国民軽視だと。そうです。このやっぱりこの本でぜひね皆さんに読んでいただきたいんですけど、最初の書き出しがね、戦争中にもう日本軍というか日本国家が、はい、山本五十六長官なんかも含めてね、はい、日本兵をもう虫けらのように扱ってると。そうそうです、はい、で国民のことなんて何にも考えんと、自分のメンツとかそのことばっかり考えてて、はいはい、でそれとその姿っていうのは今も全く同じだというふうにね、これ話が展開してって、はい、でもう今この番組始まるに少し前に少しお話してても、要するに今の政治家たちの政治っていうのは本気じゃないんですよね。もう政治ごっこですね。政治ごっこですよね、はい、政治ごっこですね。これプロレスで言うと本当なんか学生プロレスの三流の学生プロレスぐらいのもう前座ぐらいなもんですよね。なんか本当に学生プロレスにも入らずにプロレスごっこを楽しんでるそうですね、はい、体育館のマットでドロップキックしてるぐらいの そうです、はい、そんなものが今の国会議事堂で展開されてるなんてね、はい、これまあ野党とか与党とかの問題じゃないですよね。もうどっちも含めても学生プロレス以下ですからね。で未だになんか予算審議委員会で
審議されてることはなんか不倫がどうのこうのだとかなんかもうどうでもいいようなもう、そうですね、まあ、もうそんな週刊誌任しとけよっていう話ばっかりで、ね、これで本当の肝心な消費税を減税しないといけないっていうのがね、はい、僕は本当に学者として確信しているんですけど、はい、こんな話が全く議論されずないです、ね、要するになんかあの永田町とかにおられる方々の多くは、まあ、全員とは一応言わないとしてもの、ほとんどの方がもう国民の命なんて虫けらや思っとるんですよね。いやでも政治家全員が未熟で幼稚ですね。いや本当そうです、はい、未熟で幼稚ですなんだ。いやもうだから戦前とまんと一緒なんやなと、これね戦前の話で僕やっぱりね一番心打たれたのがやっぱりあの遺骨をね、そうそうそう、うん、それこそいや遺骨収集なんてね、なんか厚生省がやっても全部拾い切りましたって言って宣言して、うんうん、やりましたけど、もうあっちこっちにいっぱいありますよ。いっぱいありますよね。今でもいっぱいありますよ。前田さんがあの猪木さんとパラオですか。そうです、パラオです。パラオ行かれた時に、ね、猪木さんがあの初めて猪木アイランドをあのもらった時に行ったんですね。はいはい、でその頃はもうパラオの飛行場がまだあの、うん、舗装されてなくて、はい、土の滑走路で、あーでターミナルがわらぶきあの、はい、ヤシの葉っぱを吹いたような、そういうホタテ湧いたんですね。はい、でその頃にあの猪木アイランド行って、うん、で最終日かなんかに、うん、あのペリル島ちょっと行ってみようっていうんで、パラの本島からモーターボートで6時間かけて行ったんですね。片道6時間かけて、はい、で行ってんでいろいろ回って行って、うん、でもなんか旧滑走路跡とか結構残ってて、はい、でその滑走路辺りに日本軍の戦車がポンとあるんですよね。燃え残った、戦車がもうあるんですね、はい、日本軍の戦車が燃え残ったやつがあるんですね、うん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 、それ見てびっくりしたのはですね、あ日本軍の戦車って言って今でいう K4 ぐらいの大きさですよ。あもうこれに4人乗り込んで後ろエンジンと弾薬抱えてよくやったなと思って、それでスーパー超大国のアメリカとね、当時はまだディズニーの映画とか作って言うぐらい豊かな国でしたからね、はい、でそれで相手の戦車ってシャーマン戦車でしょ。はいはいはい、はい、でもなんかもうダンプ対 K4 みたいな。そうですね、いや本当そうなんですよ。もうねギャグかなと思うぐらいね、根性すごいですけど、はい、合理性はかなり乏しいですよね。そうですね、ほんまに。ほんで、うん、ほんで最後海軍の司令所跡っていう地下壕にバッと入っていって、はい、で綺麗に感じてんで、ああもう、うん、あ遺骨収集の人とか来たんですよ、ああもうこれが、はい、来て帰りました、はいはい、もう全部広げてでこうやって出て、うん、なんとなくこういろんなこう脇メイン通りの後にこう、うん、なんか細い道がついてるけど、はいはい、あるところパッと通ったらすごいこっちが気になってハッと見たら道があったんで、うん、ちょっとポッと入ってみたんですね、はい、今度はこんな大骨がボンボンと出てるんですよ。ボンボンとも う,、はい、もう埋まってるんじゃなくてもう落ちてるんですね。落ちるんですね、大骨。あそこでお亡くなりになってそのまま朽ち果てて、はい、そうそうですね、なんですよね。いやどう、うん、とは足伸ばしたらあるのに何で持っていかないんだって、ね、考えられないですよね。考えられないですね。もうなんか政治自体がもう、うん、ふと考えたら明治維新の薩長軍閥からそのままついてるんじゃないですか。いやほんまそうですね。それはダメなんですよね。いやそうですよね。もうずっと世襲制でずっとついてて、いやほんまにそうです。なんかもう世の中出てってなんかアルバイトの一つも やったことないような連中が、うんうん、そうですよね。なんかもう親のコネで学校に入り親のコネで、うんどっかに就職して社会勉強しましたっていうような連中が言ってるんですよね。前田さんほどねあの新日本プロレスのあの枠の中も含めてね、はい、本気で戦ってる方いなかったんですよ、はい、あの長州後ろから蹴り入れたまま、そしたらね日本とかの悪いやつがいたら腹立つんやと思うんですよ、はい、そうですね。あともう自分はちょっとね晩婚だったせいかですね、はい、まあ、あの子供ちっちゃいんですよね。あはい、自分は今62歳なんですけど、はい、上の子がやった中学校2年生、うん、下の女の子は5歳ですよまだ、うんうん、でこれ下の女の子だったら例えば大学卒業すること自分80歳ですよね、はい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 、でこれなんかこのままどんどん日本おかしくなっていって、うん、で、まあ、この後話しますけど南海トラフとか、はいはい、とんでもないことが起こるような状況で、うんうんうん、大丈夫なんかなってこれ、ね、これほんまに大丈夫ちゃいますからね、はい。でやっぱりテレビでもね、はい、ちゃんとした情報流れてないので、はい、この番組でもこう本間もん教室っていう名前で、はい、本間もんの情報をこの地上波で流したい、はい、まあ、そういう思いでね、はい、やってるんですけど、ぜひあの後半
あの南海トラフ地震、はい、今これまでの危機とかのお話もお伺いしましたですけど、はいはい、今まさに我々が直面しているその首都直下地震、南海トラフ地震、はい、そんなものについてもね、前田さんがどう格闘されておられるのか、この知れば知るほど恐ろしい話ですよね。いや本当そうです、南海トラフは、はい、後半ぜひその話をお伺いしたいと思います。どうもありがとうございました。高橋あさみちゃんの教えて藤井先生、経済に関する気になる言葉を藤井先生があさみちゃんに優しく解き明かします。前回は消費税が上がると消費が下がるのを教えてもらいました、うん、消費は GDP の6割近くを占めてて、うん、それが下がるから成長できなくなってデフレになるってことですよね。そう賢いね。で消費税が上がると消費が下がるのは直感的に分かるんですけど、もっとメカニズムとかを詳しく知りたいです。教えてください。いやー嬉しい、賢くなったね、あさみちゃん。藤井先生のおかげで。いやー本当ね、あさみちゃんにはね、将来ね、もう日本にはある緊縮財政派のやつらがいっぱいいますからね。その人たちをやっつけるね、経済ファイターに。経済学ファイターになっていただきたいですからね。もっとねこの虎の頭ならぬ藤井のあな、なんじゃそりゃみたいなところでね頑張っていただいてね、ちゃんとね知識をつけてね、ほんとねもういろんなやつやっつけてってもらいたいのね。戦いたい。どうお願いしますよ、はい、ね。で今日はね、だからそのメカニズム、消費税を上げたら消費が下がるメカニズム、まあ当たり前っちゃ当たり前ですけど、はい、これね詳しく2つ教えたいなと思います、はい、2つ、うん、そのうちの1つを今日はね説明しようと思うんだけど、はい、これ見てくださいね。この間のこの辺だけのグラフを示したんですけど、はい、あの消費がずっと伸びてきてます。これ過去25年のデータだけどね、うん、あこの間のグラフの大きくなったグラフだね。そう、はい、それでねだんだんこう消費伸びてきてるんだけど、消費税を上げるとズドンと下がると。そう、ね、下がったよね。そうそう、それでまたずっとこう上がってくるんだけど、なんだかんだってまた消費税増税するとズドンと下がると。はあ。ね、それでまたずっといったらまたここでズドンと下がると。はあ。だからね、増税をするために崖からこう落ちるようにですね、うん、ズドンズドンズドンと下がってる。本当だ。ね、まあ、直感的に言ってまあそれはそうじゃないですか、物の値段が高くなるから買えなくなるんだろうなということなんですよね。これね面白いことにね、例えば。はい、3% 増税した時は 3% 消費が下がるんですよ。2% 増税した時は大体 2% ぐらい下がる。その法則があるの。パーセントによって変わるんですね。そうこれなんでかっていうとね、はい、実質 GDP って覚えてるかな。はい覚えてます、うん、これ何だった、名目と実質の違い。名目はそのままで、うんうんうん、実質はなんかこう調整した金額。そう、物価でね、はい、物価で調整するってやつなのね。でよく考えてね、あの消費税って全部にかかるでしょ。はい、そしたら 3% から 5% で 2% 上がったら、はい、物の値段が全部一律 2% 上がるよね。あ上がりますね、もう全部 2% 上がるじゃないですか。はい、ほんでその状況の中で払ってる、消費に払ってるお金がね変わらなかったとしたら、実質消費は 2% 分下がるよね。あ下がります。そうだって、物価が上がったら実質値は下がるってことになるんだから、うん、そうですよ ね、うん、そうだからもうちょっとね別の言い方をするとね、例えばパン100個買ってたとしてね、100個買った、それ100円で買ってると1個1円と、はい、それがこう 2% ものの値段が上がって 1.2 円するようになったらね、そしたら98個とかしか買えなくなるじゃない。あ買えなくなりますね。そうだから増税をして物の値段が上がったら上がった分だけ実際に買えるパンの量は減ってしまうのね。ああ、そう減ってしまう。そうだから結局増税しちゃうとズドンと下がっちゃうの。はあ、売上も下がっちゃうってことだね。そう、まあ、結局そうだから、ね、これはね増税しても消費は実は変わらないよなんて言ってた人がねいっぱいいたんだけどね、うん、専門家の中にも全員ね、うん、間違ってたの。はだって定義上そうでしょ、うん、物の値段が上がるんだから実質消費はそのパーセント分下がるのよ。はだから値段が高くなると実質消費が下がっちゃうんだ、うん、そうでも実質消費が下がると成長率も確かに下がるけど、うんうん、なんで成長率も一緒に下がっちゃうんですか。そう、その話はねちょっと時間になったんだ。あ時間次回その成長率も下がるっていうこのメカニズムについてお話をしたいと思います。楽しみにしてます。藤井先生ありがとうございました。バイバイ。
回は緊急事態宣言の嘘と欺瞞、コロナ禍脱出の処方箋とはというテーマでお話を伺っています。後半はオリンピックと緊急事態宣言との関連について伺っていきたいと思います。前半では緊急事態宣言は感染を抑えることに対して機能してないのではないかというお話でしたが、政府の狙いは一体どこにあるのか、まあ、ぜひお話を伺っていきたいと思うんですけれども、はい、菅総理は一体どういうお考えなんでしょうかね。これ僕ね、まあ、永田町と呼ばれる地域に、まあ、毎週行っていろんな方とお話しするんですね、はい。まあ、この間もシンポジウムで国会議員の方たくさん来ていただいたり、まあ、いろんな、まあ、安倍さんにお目にかかったりね、はい、あるいは二階さんとお話したりとか、まあ、いろんな方とこうお話しするわけですよ。でさらに、政治記者の方もすごく知り合いがたくさんいて、はい、いろいろ聞くんです。でね、常識があるんですよ、今このオリンピックと緊急事態宣言について、はい、その常識についてちょっとねお話ししたいと思うんですけどね、はい、まず常識からですね、はい、これこれはね、菅総理が理想としているスケジュールがあるんですけどね、はい、これ1月23日がオリンピックの開幕日、はい、でその一月前の6月23日がに菅さんはオリンピックやりますって言いたいと、まだ宣言してないけれども そうそうそう、そこで言いたいわけですね。あるある言いたいっていうギャグがあるじゃないですか、ここで宣言したいって言ったんですよ芸人さんRG やろということで、オリンピックをしたいために6月20日までやっていると、はい、でだから医療崩壊しようがしなかろうがもう関係ないんですよ。でも自殺者が増えようが経済が冷え込もうが、はい、とにかくオリンピックさえやったら俺もええねんと、はい、いうことになってるっていうのが永田町の常識なんですよ。もう永田町の常識ではそうなってるわけですね。そう思ってない人誰もいない、うん、で実際報道でね、はい、これどこだったかテレ朝のニュースでね、オリンピックの開会式は7月23日ですが、続けることでできるだけ感染を抑え込み観客を入れての開催につなげる狙いもあります普通に報道されてるんですよ、はい、だからもうこれだってもう常識だからこれ記事で書いてるわけですよ。だって政府高官によればとも書いてないですよ。だみんな言ってるから、はい、常識なんですよね。もうやるってはっきりとはまだ言ってないけれどもそうそうそうもうなんか暗黙の了解じゃないですけどそう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 もうそういう空気が漂ってるわけですね。そうそうそうなんですよ。でもねこれに関して国民はものすごい怒ってるわけですよ、はい、だってそのなんでかって言ったらねそもそもですよ緊急事態宣言やで自粛させられてるんでしょ。そうなんですよ。で大規模イベントやるなって分かりましたって5000人以上入れるなって分かりましたって言うんでしょ。オリンピックって世界最大の大規模イベントなんちゃうのって思ってますよ。そうなんですよ。本当にたくさんの方が しかも国外からもいらっしゃって、いや株何株か分からんけどいっぱい来はるん違うのと、うん、でも僕らは自粛しろでも俺はオリンピックやるってどないやねんですよ。すごく矛盾を感じるんです。でしょ。僕らがその野球も行ける、はい、でイベントもできるでちゃんとマスクするとかもやってですよ、はい、手も洗ってで、ね、で、うん、それでオリンピックするとああどうぞどうぞどうぞですよ、うん、今までね、うん、頑張ってきてやっと自分たちのやりたいようにやれてでオリンピックもそうそうだから筋が通ってないって言ってるんですよ、うん、そうなんですよね。だから緊急事態宣言が明けてってで全部できると言ってるんだったらええですよ、はい、そやけどお前らはこれするなでも俺これ食うからお前何食うとんねんですよ筋が通らんからこれみんな国民怒ってるんですけどそれだけじゃなくてね、バッハ会長にこんなこと言われてるんですよ。 IOC のね、五輪を実現するために我々は犠牲を払わなければならないと述べたんですって、はい、ですってこれニュースになってましたね。これ要するに日本人死んでえっつってるわけじゃないですか。これだってそれ以外にどう解釈できるんですか。犠牲ってこれ日本人でしょ、うん、だから国民は反対してるんですよ、はい、だから感染拡大が怖いっていうお気持ちもあるのも当然だし、うん、それに加えて筋も通らないからそうです、ね、オリンピックやっても大丈夫だって思ってる人たちですらこの筋が通ってないこんなオリンピックなんかにも同意できるかと、うん、なんか安全に本当にオリンピックができるのかできないんじゃないかっていうふうに思いますよね。いやだからこんな言い方されてたそうです、うん、いや僕は感染症学的に言ったらですよ、まあ、そういうことって可能なとは僕は思いますし、まあ、過剰な自粛をする必要はないと思いますけど、はい、その話はもう関係ないんですよ。すでに筋として通らんやろうと、うん、なんか緊急事態宣言やるんやったらオリンピックなし
でちゃんと緊急事態宣言でもイベントやるって言うんやったらもうそしたらオリンピックもありですよ、オリンピックありって言うんやったらちゃんと僕らもイベントさせろと、オリンピックだけ特別扱いすることに対して絶対僕は許せない、主権国家との国民として、はい、ってことでね、いやこれもねもう一回言いますよこれね、結局今までの話ちょっとまとめさせていただきます、はいね、今回の緊急事態宣言の延長は医療崩壊を防ぐためだって言ってたけども、まあ、今減ってきてるんだから医療崩壊リスクをこれ下げるようには機能しないでしょうと思う、はい、だからこれもう東京医療崩壊を防ぐためじゃなくてオリンピックのためちゃうかということじゃないですか。でも今まで流れを聞くとそうなんじゃない、うん、っていうふうに思いますよ、ね、そうそう、で永田町の常識でそうなってるんだから、はい、でなんでオリンピックしたいかって言ったらオリンピックやります、まあ、日本人金メダル取ります、世論盛り上がります、気分ようなります、支持率上がります、秋の総選挙で勝てますですよ、ゴールは選挙、そうで選挙で勝てます、で勝ったら総裁選なしで総理大臣を3年間あと続けることができます、ってことは総理大臣を続けるためにオリンピックのためですらなくてですよ、総理大臣を続けるために自粛させ続けてるん違うかっていうことが永田町の常識なんですよ、これ常識なんですね。そうです、みんなこう思ってない人いない、で国民を守るためだって言ってるけども、守るためだったら自粛させるんやったら守りたいやつはですよ、はい、保証するに決まってますやん。そうなんですよ、保証が本当に十分じゃないと思います。バイデン大統領になってからアメリカものすごい保証になってるらしいですよ、トランプでも300兆ぐらいで散々お金配ってましたけど、はい、バイデンになったら一昨年の売り上げ去年の売り上げ、はい、差額、うん、今振り込まれてるそうですよ。はあ、早いですね、いろいろと。だからでフランスもこれやってますし、イギリスもこれやってるって言われてますからね、はい、だからそれはねやっぱり、ね、政府が国民を救う、国民のためにロックダウンしてるっていうことだからですよ、はい、国民のためにロックダウンしてるんだったらその被害のための保障をするっていうのが他の国なんですよ。国民のためと思ってた、でも国民のためと思ってないやつは自粛しろよ、お金ちょうだい、知らんがなになってると。だから保証不在で単に経済が停滞してるってこと、はい、だからねこれね、この3つともね嘘としか思えないんですよ。なんとかのため国民のためって言いながら、はい、結局自分のオリンピックやりたいで、それでなんか政局で有利になりたいってだけなんちゃうかと、こういうのを日本人は昔からおためごかしって言ってるんですよ。日本、ね、はい、日本国民のためよって言いながらガッサーンこかしてもう自粛させまくって経済がいっぱいボロボロなんで、それで俺オリンピックやってもう一回総理続けんねんってやってんちゃうかと見えるわけですよ。もうしっかりそう見えます ね、うん、もうそうとしか言いようがないこのおためごかしなんですが、うん、この最悪の政府の対策じゃなくて、うん、本当ならどうすればいいんでしょうか、うん、これ一言で言ってね、それこそバイデンさんがやってることだとかね、はい、そのマクロンさんがやってることだとかね、まあ、そういうことを混ぜればいいだけなんですよ、うん、普通に先進国をやってる当たり前のこと、これはね単に外国の猿真似をやれって言ってるわけじゃなくて、はい、教科書に書いてある答えみたいなものがあるわけですよ、この状況の中で、はい、その答えを普通にやったらいいっていうだけで、もう日本はもう教科書から外れまくってるわけですよ、はい、でね、その教科書に書いてある普通の対策って何かっていうとね、まあ、こうですよ、まあ、3つ、まあ、簡単に言っていろいろありますけど、まあ、3つです、はい、1つ目はね消費税をゼロにすること、これも何度も ね申し上げてますけども、一貫して先生おっしゃってます、うん、これも去年のもう春の時点で多くの国が消費税をものすごく減税してるんですよ、はい、で経済すごい停滞してるでしょ、で国民はすごい貧困化してすごい物が買えなくて困ってるわけですよ、お金もないって、だそこで消費税を 10% 減税してあげたらね、もう 10% 割引になるわけですから、はい、その分だからものすごく買い物がしやすくなってね、暮らしが助かるんですよ、はい、でこれ諸外国もやってる、これをやるべき、これが1個、はい、まあ、あの次元立法でもうそのコロナ禍が完全に終わるまでとかね、もうなんか増税についてはなんかもう増税させろストーカーみたいなやつが日本にいっぱいいますからね、もうだからもうそれぞれうるさいから、とりあえずまあ次元立法の3年だけ、はい、コロナがもう行き過ぎるまで頼ますということでくる期間限定でもいいと思う、はい、これが消費税ゼロが提案1、提案にはね企業でものすごい損失があるわけじゃないですか、はい、先ほどバイデンさんがやってるね、あの所得がガサッと売り上げが減ったところ政府がそのまま補填する、でこれね補填してあげたら企業の収入が働けてないけど入るわけじゃないですか、はい、そしたらどうなるかって言ったら全従業員に同じ給料を配れるんですよ、だから賃金の保証ができるんですよ、はい、で当然家賃も払えるしいろんな固定費も払えるわけですよ、はい、で企業が潰れなくなるんですよ、でねフランスはこれ完璧にやって、フランスはね去年どうなったかっていうとね倒産件数が史上最低だったそうですよ、へー
すごいですね。正反対でしょ日本と。本当ですね。でもそれが、まあ、バイデンさんもやってることだしマクロンさんもやってることなんで、はい、だって当たり前じゃないですか、自粛しろっつってるわけでしょ。そうですね、ほっといたら人が死ぬじゃないですか、はい、だからそこの経過だからあの放射線治療とかやったらその副作用のための治療もやってるってことですよ、はい、これが2つ目。これで3つ目はね、あのフランスだってアメリカだってイギリスだってドイツだってね、はい、ある程度感染が止まってきたら基準を決めておいて、はい、その基準をクリアしたら科学的自動的に緊急事態宣言を解除してますよ、ロックダウンを、はい、で解除してその後はもうお酒飲んでもいいですよとか、これでちゃんと様子を見てまた感染拡大したらもう一回緊急事態宣言ロックダウンしますよということをやってるわけですよ、はい、なんか俺ちょっとオリンピックやりたいからもうちょっとやっといてみたいなこと絶対ないですよ。だってもう一回言いますけど、緊急事態宣言を延長した時には大阪の新規感染者数はほぼ収束していた3月中旬とほぼ同じ水準なんですよ、はい、でしかも当時は伸びてたけど今は減ってきてるんだから、もう当時の判断と同じ基準であったとしたらですよ、今絶対解除してるはずなんですよ、はい、でね、政府は科学的にある種の科学的基準を決めて、その基準だからあのサーモスタットってあるじゃないですか、サーモスタット、あの熱帯魚を飼ってる時にね、はい、水温計入れといて、うん、温度が下がってきたらヒーターつけて、温度が上がってきたらヒーター消すっていうの、これサーモスタットっていう機能があるんですよ、自動的に。そうそう、だから、ね、普通はねロックダウンっていうのはサーモスタット装置でやるもんなんですよ、はい、そうじゃないと国民納得できないじゃないですか。そうなんですよね。でそういう出口をちゃんとやるべきですよ。でだから僕は基準は医療崩壊を避けることですよ、はい、今のように今日の新規感染者数じゃない、で今の行動抑制をやることが医療崩壊リスクをどれだけ下げるのか、まあ、そういうことでちゃんとやるのが基準です。で、はい、で出口になった後どうすべきかというと、僕は完全な自粛ではなくてそろりそろりと退院患者が病み上がりの中で様子を見ながら日常生活に戻っていくような半自粛、半分の自粛、これをやっていったらいい。若者はある程度行動していいけれども、感染リスクの、死亡リスクの高い高齢者はもうちょっと自粛を続けてもらうとか、あるいはいろんな行動はコンサートとか映画とか行っても、まあ、まだいいけれども会食でどんちゃんはちょっと注意しとこうとか、であとその行動の中では鼻口触ったら感染がね、接触感染広まるからこれは絶対やるなとか、はい、だから要するにね、病み上がりの時にお医者さんが注意しながら日常に戻ってよっていうように、そろりそろりと自粛から完全自由の間の半自粛で徐々に様子を見ながら戻っていったらいいんですよ、うん、これでどうしてもねやっぱり危ないって言うんだったら、僕はそれでも半自粛をずっと続けた方がいいと思うけれども、まあ、また拡大してくるんだったらまだ自粛に戻っていいですよ、皆さんがそれがいいって言うんだったら、はい、でしかもそれをサーモスタットのように科学的基準でやっていくべきだってことなんですよ。で諸外国がそれをやってるんですよ。なんで日本だけそれやらない、意味がわからない、バカな政府にバカって言いましょうちゃんとね示してくれる国があるわけですから、そうです、私たちも、まあ、いいところをしっかりと見習ってっていうことですよね。全くその通り。藤井先生本当にありがとうございました。ありがとうございました。次回の放送は6月26日朝10時半からです。ぜひご覧ください。ありがとうございました。ありがとうございました。いつも怒ってるわけじゃないですよ , 笑顔です